石家とは、鎌倉時代中期に成立した藤原氏着流で区下の、価格の頂点に立ったこの家、一条家、九条家、高塚酒、二条家の五つの一族のこと。大納言、右大臣、左大臣を経て、摂政、関白、大乗大臣に承認できた。石官家、御石家、疾病家ともいう。この小屋の中から、富士市長者も選出された。 藤原北家の義封が、天皇の外祖父として、人心初の摂政に任官して以後、その子孫の所流の内外席の地位を得た者の間で、摂政、関白の地位が継承されたが、同道長、寄道伏で合わせて、内乱、摂関を72年にわたり担当すると、道長の着流子孫である、御堂流が摂関を継承することが、当然視されるようになった。 そのため、藤原氏を母に持たない、御三条天皇が即位しても、寄り道の弟である乗り道が関白となり、官員流を母に持つ蕎麦天皇の代にも、寄り道の彦である忠実が摂政となった。これにより、外籍関係を問わず、御道流が摂関に就くことが慣例化した一方、外籍関係と切り離された摂関の権力は、 弱体化してその実験の多くを陰性に明け渡した。平安時代末期、藤原忠道の嫡男である元真が休止すると、その子奇通がまだ幼少であったことから、弟の元封が石関の地位を継いだために、石関家は、この江流と松戸の流に分立。さらに、平安末期の戦乱によって元夫奇痛ともに失脚し、 元房の弟である金座根が関白となったことで、九条流石管家が成立した。この三流のうち、松戸の流の松戸の家は松戸の鹿が、摂生になって、以降、結果的には、摂生、関白を出すことなく何度も断絶を繰り返して、没落し、石家には数えられなかった。その結果、石管家として、この絵、九条の両流が残り、この絵流は、 殿下、渡り両以外の石関家両のほとんどを掌握した。九条流は天皇の外籍としての血縁関係と自家からも将軍を排出するほどの鎌倉幕府との良好な関係によってもたらされた石関就任の実績によってようやく石関家としての地位を安定化させ、反対に藤原市長や松戸の忠房も石関就任の可能性があったにもかかわらず、 就任することができず石関家としての地位を確立できなかったことなど流動的な状況が長く続いた。後、この江流石棺家からは、石棺着流であったこの江家実の子、金平により高塚酒が成立。さらに九条流石関家からは、九条道家の史実教及び領味により、それぞれ一条家及び二条家が成立した。県庁四年に、 高塚坂根平が、摂政、大城大臣、富士市長者宣言を賜ったことにより、それ以前に摂政、または、関白就任、富士市長者を宣言を受けていた。この絵金熱九条京美、二条両美、一条三熱爪と、共に後に、御石家と呼ばれる価格が設立された。これ以降、御石家当主が、基本的に順々に摂政、または官、関白、 富士市長者を歴任することとなり、聖画開花の公家とは隔絶された地位を築き上げることになる。また公家にはそれぞれに極めるべき稼働の家元となる、習慣が確立することとなるが、御石家に至っては、聖こそが稼働であるため、家元となる稼働を有していない。なお、時代が下るが、江戸時代初期、九条美幸家が、正室に、豊臣秀勝と公との間にできた。 関視を迎えたことから、徳川将軍と、血縁関係にあった、高賀の次男、九条同期が、松戸の家を再興した。この同期は、血縁上は三大将軍、徳川家光の甥いであることから、松戸の家を設計として偶して、六設計にすることも検討されたが、官営18年に、同期を一代限りの設計待遇とされることになった。もっとも、同期は、 男子がいないまま没し,して、松戸の家は再び断絶したため、仮に同期の子孫がいた場合に実際に、どのような待遇を受けることになったのかは不明である。道や失脚後は、石家から国母が出なくなり、両党鉄立期には、自典の君たる上皇が欠けても天皇が、自典の形式で震災するようになり、石関の実質的職権は、大上官の一官職とあまり変わらなくなった。 一方で、陰性初期に時点に、国政の人事権を奪われた後の設家は荘園を集積するようになり、検問の一角としての地位を維持し続けた。後設家成立以後は、摂生、関白には、この後屋の者の,のみが認じられ、摂家たる後屋は、摂生、関白職を独占した。そのため、関白就任を目論んだ、橋場秀吉は、1585年に、 この絵先久の勇士となり、藤原阿蘇秀吉として、関白就任を果たした。翌年、秀吉は豊臣に改正し、豊臣阿蘇秀吉として関白に残留した。秀吉は、豊臣氏を新たな石棺家とし、豊臣秀吉の養子である、豊臣秀治は、豊臣阿蘇秀治として関白に任じられている。しかし、秀治以降は再び後設家が、 摂関の座を独占するようになった。江戸幕府が成立すると、幕府は緊錮な三区下諸発とを制定して、摂政、関白は、幕府の推薦なくして任命できない仕組みとなった。経済的にも、慶長期の治療目録によれば、この絵家1795国、二条家1708国、九条家1043国、一条家1029国、 高塚酒1000国であったことが確認できる。その後、天保期には9条家3000国、この駅2860国、1条家2044国、2条家1708国、高塚酒1500国であったのが、慶応元年の段階で、この駅2862.8国、9条、1条両家が2044国、2条家1708.8国、 高塚酒は1500国の家領家禄が与えられ、他の同上家よりも経済的に工具を受けていた。さらに、摂政、関白に就任中は、幕府より別途、役職料として、毎年500国が支給されていた。その他にも、御石家は、大半との縁組も多く、石家即除が課した、大名家からの援助金も多額であり、経済的には、 石家は聖火や以下の公家よりかなり恵まれた環境であった。明治維新後は、おのおのの家は家族となり、さらに、明治十七年の家族制度施行によりゴヤともに最高位の公爵に助せられた。また明治新政権が大乗管性を敷いたため、石家から摂政及び関白に任じられることはなくなった。したがって、明治以降のゴヤについては、旧石家あるいは、 旧摂関家、旧語石家など、旧を関して故障することが多い。さらに皇太子などの最上位の皇族に嫁すことが、できるのは三宅、または、旧語石家出身の即女に限定する、という暗黙のルールが存在し、維新後も依然として、天皇家の藩兵として、家とは隔絶された、家であり続けた。また、石家の後継者として、 養子を迎える場合には皇族か、同じ設計に限るのと、原則もなくなり、一条美、輝きやこのえただしあきら、高塚さなおたけのようにそれ以外の家族からの、養子縁組も行われるようになった。ありがとうございます。